ジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデン、こんばんは。賢い可愛い原翔、あやせりやく南條佳乃です。はい、こんばんは。のぞみパワーたっぷり注入、はいプシュいただきました。はい、ありがとうございます。登場のぞみ役くすだいなです。これ考える必要ありそうだなこの番組は10人目のメンバーラブライバーの皆さんと絆を深めるスクールアイドルプログラム、みんなで楽しむラジオ番組をモットーにラブでライブな時間をお届けしていきます。はい、というわけで、まあ、前回はですね、ライブの振り返りというか裏話を話してたんですけど、まあ、その時ちょっと話せなかったけど、ライブビューイングがあったりね。ね、ありましたね。1日目は海外でも見てくれてたファンの方、ね、はい、なんかツイッターのリプで、シンガポールのラブライバーですっていうの来てました。そうそうそう、写真とかもね、なんか送ってくれたり、まあそんなこんなでライブも終わって結構経つんだけど、はい、もうね、ライブが終わってから私は食欲が止まんないんだよ。あ、私逆に食欲なくなりました。そう、食べた。あとね、ふとね、何かしてる時に、はっ、寂しいなってなる。それはある。そう、あ、もうリハないんだって。毎日会ってたんだもんね。そう、だってまあ、メンバーはね、いろいろまあ会う機会はきっとまだあると思うんですけど、まあアフレコとかもね、始まってるし。だけど、あの武漢さんとか、そうなんだよ、会えないのがすごく寂しくて、ね、定期的にもうすりゃいいんじゃないかな、週1とかでね、とりあえず始めよう、ご飯会にしよう。そしたら、するお腹すいた、お腹すいたでも聞いてる時間は結構な時間だけど今一番食べたいのは、とんかつ。私もとんかつ食べたい。ほら、食べたいでしょ。食べたい。もうなんかリハしてる時はなんかもうさ、ご飯っていうより摂取しなきゃって感じだったし、友達とも会えなかったし、ゲームもできなかったし、あとお弁当が多かったからあったかいご飯が食べたい。食べたいって考えてると、私本当に日本にいたのかなって思う日本にいなかったのかも。日本じゃなかったのかも、そこが。そうだ、とか思っちゃうんだけどね、日常を取り戻しつつ、今日はそうだよ、はい、先週お伝えした通り、フォースライブのグッズプレゼントもありますからね。はい、欲しいという方はね、番組のどこかで発表するキーワードを書いて応募してください、というわけで最後までよろしくお願いします、はい、それではプログラムスタート。この番組はアニメ総合エンタメサイト、アニメロミックス、ランティス、バンダイビジュアルの提供でお送りします。ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデン。改めましてこんばんは、綾瀬理役の南條佳乃です。こんばんは、登場のぞみ役くすだいなです。おい、さてさて、メールご紹介します。はい、はい、ラジオネームエルピスさんからいただきました。ありがとうございます。先日2年間のゼミが終了しました。最初はメンバーお互いぎこちなかったんですけど、2年も経つとみんな仲良しで、終わった時は泣いてしまう子もいました、今では皆さん仲良しなミューズのメンバーですけど、ラブライブ始まった当初は皆さんやっぱり皆さんやっぱりぎこちなかったのでしょうか。最初の頃の今だから言えるエピソードなどあったら聞きたいです。全然ぎこちなかったよね。ね、最初だってまず初めて会ったのってなんか CD 出た後ですよね。そうだね、なんかアーシャの撮影があって、アーティスト写真のなんか撮影ありますって言ってスタジオ行ったら、じゃあこれ着てくださいって制服渡されて、これですかみたいな感じだったの時にみんないた、全然喋った記憶ないもん。ない、みんなだ。その時私ミモリンとソラとかしか知ってる人がいなかったんじゃないかな。違う作品で一緒になってて、私ウッチしかいなかった。そっか、事務所一緒だもんね、多分ね。私のことをパイルちゃんはスタッフさんか何かと間違えてたらしくってなんかね、周りのキャスト陣と挨拶するテンション感が違ったあ、私キャストだと思われてないって思った記憶がある。でも私パエルちゃんと、話した記憶ない。なんか全然なんか
もう近寄りませんみたいな感じのオーラを出してるように見えて、なんかセレブ感半端ない子いるなって思って、そうシカ子は隅っこの方でカーディガンを肩からかけてスッって言ってなんか小説みたいの読んでた、うんうん、からなんかすげえ美少女がいるけどちょっと喋りかけらんないなって思ってた。あとえみつんは、えみつんはえみつんはレコーディングの時に私会ってて、うんうん、だから2回目ましてだったんですけど、2回目ましてだった、うん、でもなんかやっぱぎこちなかったんです。そうだよね、うん、誰って思ってたもん私みんな誰だろうって思ってたし、そりゃそうだよ、こんなにさ長くなるコンテンツになると思ってないから、うん、まあ適当に付き合っていけばいいかと思ってたひどいまあ今は仲良しですからね、ね、はい、同じ弁当食って、うん、同じふりしてさ、はい、やってるもんね。そうですよ。じゃあ次のメールいきますよ、はい、ラジオネームネモさんからいただきました、ありがとうございます。アニメのせいですっかりワシワシキャラが板についてきたのぞみですが、うん、中の人であるクッスンは実際にワシワシしたりされたりしたことってあるんでしょうかまあ説明しておくと、ワシワシっていうのはですね、まあ、のんちゃんがアニメの中で背後から忍び寄り、うん、まあ、お胸の方をワシワシするっていう伝わるかな伝わるかな、うんうん、ありますね私ね、たまにすることが、うん、あ嘘、あのねリッピーとねミツンはちょっとたまにやる。そうなんだ、うん、じゃあお風呂行った時も、あのそれはしてやっぱな生直はできないそっか、お洋服をお洋服を着てないとうん、うん、そっかやる側も照れちゃう、うん、そっかちょっとそういうテンション感じゃないからね、お風呂は ねしかも2人で行ってたしね、お風呂、うん、そうですね、どうしたってなっちゃうよね、うん、ちょっと2人を見る目が変わるところだと危なかった、はい、ラジオネームもちいはださんからいただきました、ありがとうございます。先日シャワーを浴びようとしたのですが、うん、シャンプーを切らしてしまっていました、うん、次の日シャンプーを買いに行き、リンスの方がまだ残っていたので同じ種類のシャンプーを買おうとしたのですが、棚の商品を見ていたら別の種類のものが欲しくなってしまいました、うん、あ同じ種類じゃないやつがね、うん、リンスとシャンプーは同じ種類のものを使った方がいいと思ったので結局同じ種類のものを買ってしまいました。お二人はこのような時どうされますか、うん、こだわりだね彼の。そっか、うん、私だいたいシャンプーとリンス同じぐらいになくなるから一緒に買う。私も同じぐらいになくなるかな、うん、でも男性ってさあ、まあ、リンスとかその、まあ、コンディショナーとかヘアパック的なものってどうなの、そんな使うの、どうなんですかね。髪自体短いじゃないって私が言うのもあれなんですけど、うんうん、確かにちょっと伸びてきたよ、ね、しかも伸びてきたねえ、うん、もう切りたいえ伸ばさないの、もうちょっと頑張る、うん、もうちょっと頑張ったら切るね。わかった、うん、切るとき言って。なんで切ってあげるから。やだよ絶対言わない怖い怖いバサバサになっちゃうよ、もうスピリチュアルな髪型になっちゃうよいいじゃんスピリチュアルな髪型例えばどんなそうだね、モヒカンとかにする。全然スピリチュアルじゃないよそれは、モヒカンって言うんだよもうお風呂入る時のこだわりなんかある？お風呂入る、あでも入浴剤入れるかも。ど何系の、効能系なのか香り系なのか。なんかあのいただくのが香り系ばっかりなんですけど、うんうん、ミルク系が本当は好きで。あーそうなんだ。バスなんちゃらみたいな、うん、あのなんちゃらロマンみたいな、そう、うん、が好きで、うん、あれはよく入れてます。そうなんだ、うん、白いお風呂ってなんかセレブっぽくないですか。ぽい、泡とか浮いてたりしてね、お花とか。そうお花とかいいね。でもさなんか一見なんだけどお花の形してて浮かべるやつをもらって、うんうん、それを使ってみたんだけど、うん、最後お湯流すでしょ、うん、もうなんか浴槽に張り付いちゃってベシャーみたいな。わかる、洗うのすごい大変だったあれね、うん、あと葉っぱとか入ってるやつありますよね、本物の。なんかボール型になってて、うん、でなんかそこに葉っぱとか混ざってて、へえ、溶かすとなんか葉っぱみたいなの出てきちゃう、うん
あるんですよ。それも大変でした。その後あれってさ、おしゃれな人はどうやって使いこなしてるんだろうね。分かんない。先にすくうのかな、茶越しみたいなやつで。ネットとかに入れんのかな、なのかな、ね、なんかあのなんだっけ、柚子入れたり、柚子湯か、うんうん、入れたりする時もなんか洗濯ネットに入れる人もいれば、うん、もう使わないタイツに入れる人もいたりとか。なるほどね。でそのまま入れちゃって大変だったよ、やっぱり。やっぱそのまま入れちゃダメだね。お湯抜いた後に柚子が点在しててなんかもう持つの嫌だしみたいな。大変でしたけどね、はい、おしゃれにしたいです。はい、頑張ります。頑張ります、私も。まあこんな感じでたくさんのメールお待ちしています。はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。今日お届けする曲はマーメイドフェスタボリューム1です。はい、ライブ2日目でやったね、やりましたね。腕がシェイプアップされる曲、うん、ぜひみんなで一緒にやりたいですね。ね、友情のチェンジといい勝負ですよ、このシェイプアップ。あ、そうですね、二の腕のね、シェイプアップはぜひこの曲で皆さんシェイプアップをしておしゃれにお風呂に入ったらいいと思います。じゃあ聞いてもらおうかな。はい、ミューズでマーメイドフェスタボリューム1。ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデン、のぞえりのボイスガーデン。毎回いろいろなシチュエーションに合わせてのぞえりが元気になるメッセージをお送りするコーナーです。今回のシチュエーションは猫か。2月22日は猫の日なので、うん、エリは可愛らしい感じでにゃーんと言ってみるけど、うん、途中で恥ずかしくなってなんでもないわとツンデレな感じ。ツンデレキャラになったかな。もしかしてとうとう先週からなりましたね、うん、のぞみは最後までノリノリな感じでということで。なるほど。にゃんにゃんといえばリッピー、リンちゃんですね。そうだ ね、 ね、なんで今日いないんだよリッピー、ね、私猫飼ってるよ。あ、麦ちゃん。麦ちゃんかわいい。麦ちゃん、でもうちワンちゃん飼ってるよ。知ってるよ。チップ。クスダタケシチップだっけ。それはシカちゃんがタケシでしょ。そう、タケシって呼び出すっていうね。もう久保さん、久保さんやめてくださいよ。めっちゃタケシって言われるんだから。なんかでもそう、ライブの時に、うん、あのチップ宛てにお花が来てました。うちも麦ちゃん宛てになんかもらいただいたりするの、はあ、なんかすごい嬉しい。喜んで遊んでたりする。かわいいよね、うん、じゃあツンデレな感じかやってみよう。はい、じゃあお願いします。よっしゃ。もしも私が小さな猫ちゃんに生まれ変わったら、きっとあなたの部屋の片隅でにゃーん、いつもあなたのことを待ってる可愛い恋人猫になっちゃう。きっとあなたはそんなエリ猫を置いてどこにも行けない囚われ人になっちゃうんだから。あ、ごめん、ちょっと私ツンデレの様子がわからなかったかな。ツンデレじゃなかった。ちょっと拾えなかったな、ね、ノリノリだったかな。最後までわりかし、うん、まあそういうとこあるよね。ツンデレと見せかけてのね、うん、あるある。ツンでもデレでも。じゃあのんちゃんも行こうかな。はい、はい、にゃー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 、のぞみ猫ちゃんやで。一匹買うたら千客万来、金運増強、ハッピーカモーンの招福招き猫ののぞみ、にゃーにゃーにゃーん。そんなのぞみ猫の一番の希望は、あなたの膝で丸くなって眠ること。のぞみんのこと幸せにしてや。はい。南條さん激鎮。いやー、笑いすぎでしょ。でもね、ちょっとびっくりしちゃった。びっくり。のぞみにゃーにゃーにゃーんって、だって。にゃー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 。のぞみさん、ノリノリもいいとこですよ。ちょっとね、私もびっくりしちゃった。もうびっくりしちゃった。もうなんか、なんかすごかったです、はい、すごかったですね。ありがとうございました。こんな一面もあるんですよ。そうですね、はい、アイドルって大変だな。大変。
今収録したメッセージは、はい、チェックボイスとしてアニメロミックスでダウンロードできますよ。ぜひアクセスしてください。以上、のぞえりのボイスガーデンでした。ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデン、続いてのコーナーはこちら、今週のハガショー。思わずハガショーと言ってしまうようなエピソードを送ってもらうコーナー。エピソードに応じてなんちゃんが10点満点で採点、見事10ハガショーを叩き出した人にはなんかプレゼントするかも。かも。うん、うん、はい。最近ハガショーな出来事ありますか？まあライブかな。そうですね、あれは500点満点ハガショーだよ。あ、もうみんなにプレゼントだ。そうだよ、うん、え、うん、メンバーみんなにプレゼント。え、私が、うん、私の分は私があげる。じゃあ、あ、ほんと、うん、最初からあげなくていい。じゃあそうだね、うん、はい。それではメールご紹介しましょうかね、うん、なんかライブ絡みのハガショーがたくさん来ております。なんだって今日は。じゃあちょっと構えよう。はい、いいですか、うん。ラジオネーム何菓子さんからいただきました。ありがとうございます。先日思わずハガショーと言いたくなったことがありました、うん、それはミューズネクストラブライブ2014エンドレスパレードに両日参加できたことです、うん、僕は広島に住んでいて当日に空路で移動する予定でした、うん、が土曜日未明に降った雪のため交通機関は大混乱、うん、広島空港も閉鎖しており、今回はダメかもと諦めかけていました。しかし天候回復により運航が再開され、予定より2時間半遅れで羽田に到着しました。偶然にもほとんど待つことなく電車を乗り継ぎ、埼玉新都心に到着した時には思わずハガショーと言いたくなりました。ラッキーかぶせてきたね。あしかもそんな思いまでしてライブに来てくれるなんて、ね、嬉しい嬉しい。ハチハガショー。あー、10でなかった。ハチハガショーはい、じゃあ次いきますね、うん、ラジオネームカーナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。友人の話なのですが、 SSA ライブ当日、うん、あいにくの大雪でしたが、そのおかげで仕事が休みになって、うん、急遽ライブに参加することができて、南條さんが投げたチョコをキャッチできた。うわ、すごい、よかったね。チケット持ってたんだね。チケット持ってた、ね、友達が取ってくれてたとかなのかな。うん、へえ、当日券だ。当日券、うん、当日券、あ、すごいね。ハガショーよ、おめでとうございます。で、何ハガショー、ポンって投げたのもゲットしてるということで。あ、そうだね、ということなので、その分を差し引いて6ハガショーかな。はいもうもらってるもんね。うん、そうだった、はい、ありがとう、来てくれてありがとうじゃあ次、水地さんからいただきました。ありがとうございます。フォースライブで隣の人が偶然高校の同級生だった。うわ、すごい、うわー、あー、何ハガショー、出したい出したい、9ハガショー残念でした、うん、はい、このコーナーふわっとしてるね次いきますよ、はい、ラジオネームしほたれさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大雪の中、うん、女3人で車でライブビューイングのために水戸行って、うん、無事に帰ってこられました。よかった、よかったね、ありがとう、うん、6ハガショー、そういうのは、うん、6ハガショーにしてるの、はい、私の中で決めてるの決めてるの、うん、はい、このコーナー本当になんかあげるのね、いつかね、いつかね、うん、でも住所書いてないと何もあげないから今んとこじゃ全員あげらんないよ。なんかでも住所書いてる人もいるから。あ、本当、うん、もう欲しいからそっか、欲しがりさんは住所書いてるんでごめんね、住出なくてね、ちょっと、ね、うん、頑張ってみんな送ってください、うんうん、はい、こんな風にあなたの身の回りで起こったハガショーな出来事を送ってください。以上、今週のハガショーでした。ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデン、お待たせしました。ここでフォースライブのライブグッズが当たるプレゼントのお知らせです。今回プレゼントでご用意したのはフォースライブのポスターです。イエーイ。こちらのグッズに私となんちゃんのサインを入れて抽選で3名様にプレゼントしちゃいます。それではキーワードの発表です。
キーワードの発表はくっさんから。キーワードはたけしです。ひらがなでたけしです。ひらがなですよ皆さん、カタカナじゃダメですからね。ひらがなでたけしね、はいはい、これは放送聞いてない、聞いてないとわからないな。、プレゼントが欲しいよという方はエンディングでお知らせするメールアドレスまたはハガキでご応募ください。はい、応募の締め切りは来週2月28日の到着分まで。当選発表は発送をもって返させていただきます。なお、お送りいただいた個人情報は商品の発送のみに使用させていただきますのでご了承ください。たくさんのご応募お待ちしてます。ラジオガーデン、さてエンディングのお時間となってしまいましたが、いかがだったでしょうか。たけしですよ、たけしです。こらこらこらと思ってびっくりした。まあもうね、ライブ終わってから1ヶ月弱はい、だけどまだまだ興奮がね、ね、未だにやっぱり曲聴くと、うん、体が握っちゃう、握っちゃう、握っちゃう、髪を撫でて握っちゃう、握りません、握りません、握られた。はい、 いやでもね、来年も決まっているから、うん、ちょっと忘れないようにね。そうですね、今からもうリハーサルしたいです、ね、やっておきたいよ ね、 ね、筋トレします。私、私も頑張ろう、はい、そんなわけで、うん、はい、番組ではリスナーのあなたからのメールを大募集。各コーナー宛てのネタのメール、普通オタなどプレゼントの宛先もこちらから。すべてのメールの宛先はのぞえり @joqr.net nozoeli@joqr.net。 エリのりは R じゃなくて L なのでお間違いないように、懸命にコーナー名を書いて送ってください。おはがきは郵便番号 105-8002 文化放送ラジオアニメロミックスラブライブのぞえりラジオガーデン係までお送りください。それではお時間です。お相手は綾瀬エリ役の南條佳乃と東條のぞみ役楠田愛菜でした。バイバーイ。この番組はアニメ総合エンタメサイト